はい、それではただいまから石破政調会長の記者会見を行います。会長お願いします。はい、連休の間にもかかりませず、こういう機会を作らせていただきまして、ご面倒をおかけをしたとすればお詫びを申し入れたいと存じます。2点、ちょっと今日はお話をさせていただきたいと思います。ご案内通り、憲法改正の国民投票法が施行に相なります。施行に相なりますが、今の現状というのは全く国会の関係の委員会も動いていない状況であると。また施行までに例えば18歳をどうするか、公務員に関する規定をどうするか等々ございました。このことについてのいわゆる懸案宿題といってもいいのですが、そのことが前週見ないまま施行日を迎えるということは、私どもの責任も当然認識をしながら残念なことであると言わざるを得ないところであります。ただ何が可能になるかということを申し上げれば、衆議院議員500名、参議院議員50名で憲法改正案というものが提出可能になるということでございます。こういう状況に鑑みまして、我が党としては結党50年にあたり憲法改正草案というものをまとめて、これを党として決定をし、世に問うておくというところでございます。その中において私どもとして今回憲法改正に関する規定96条、また財政規律に関する規定の新設、これを問いたいというふうに考え、党で所要の手続きを踏んでその行動に移したいというふうに思っております。お手元に、紙をお配りをいたしておるわけでございますが、その実現できるものマニフェストという部分でございます。そこに、自民党は財政健全化を日本国憲法に明記しますというふうに書いてございます。でこれは、現行憲法の中で第7章財政、その中の第83条に国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないという文章がございます。83条でございます。でこれに加えまして、財政の健全性の確保は常に配慮されなければならないという規定を新設をいたしたいと思っております。もう一度申し上げますと、83条の2といたしまして、財政の健全性の確保は常に配慮されなければならない、こういう規定を新設をいたしたいと考えておりまして、これに向けて、所要の手続きを踏みたいというふうに思っております。もう一点は96条でございます。我が国憲法が構成憲法と言われるゆえんでございますが、現行規定はこの憲法の改正は各議員の両議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない、この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行える投票においてその過半数の賛成を必要とする、このようになっておるわけでございます。これをどのように改めるかと申しますと、まず発議でございますが、この憲法の改正は衆議院または参議院の議員の発議に基づき、各議員の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない、3分の2となっており、3分の2以上となっておりますが、これを過半数というふうに改正をいたすものでございます。そして、この承認には特別の国民投票においてその過半数の賛成を必要とするとなっておるわけでございまして、現行規定では特別の国民投票または国会の定める選挙の際行える投票というふうになっているわけでございますが、承認にかかります国民の権利行使につきましては、この承認には特別の国民投票ということで、国会の定める際行える投票というものを決してございます。
いずれにいたしましても過半数、国民投票は過半数の賛成を必要とするということは変わりませんが、発議の規定が3分の2が2分の1になるということ、そして国民投票をそれを単独のものとして定め、選挙の時についでに、ついでにと言っちゃいなんですが、それと合わせて行うということはやらないということでございます。これが憲法に関しまして、我が党がまずやりたいというふうに思っているところでございます。でこれは改正草案もございますので、全部問うべきだという議論もそれは当然あるわけでございます。じゃあ、救助どうするんだとかですね。環境権はどうするとかいろんなお話がございますが、こう全部改正するということになりますと、これは賛成だがこれは反対だというのが当然ございます。で例えば議決については賛成である、国民投票の限りの議決については3分の2は高すぎるので2分の1なのか、これは賛成であるが憲法9条第2項の改正には反対であるというようなのが出てきます。でそれだけではなくて他にもですね、いっぱいこれは賛成、これは反対と出てくるわけで、マニフェストの議論の時も申し上げたような気がいたしますが、こう全部問うというよりもそれぞれを問うということの方が良いのではなかろうかと。まずスタートとして国民に受け入れられやすいもの、そういうものを出すべきではないかということで、今回このようなことに相なっておるわけでございます。でそれが第1点。もう1点は連休でございます。高速道路等々をご利用の方も大勢いらっしゃると思います。また昨今この高速道路の料金をめぐりまして、政府与党内で、非常に混乱が見られるところであります。全部タダにすると言ったかと思えば8割値上げという話が出て、おいおい無料化じゃなかったのかという話になってみたり、もう誰が何を言ってるのかさっぱりわからんという現状であります。で国民の皆様方にも大きな困惑あるいは議論、そういうものが弱気をされているところでございます。私どもとして当面道路政策というものをどのように行うかということでございますが、まず第一に今の政府の考えというのはもう元へ戻すと、原則国営に戻すということではないか、それぞれの道路会社の自主性というものがほとんど発揮をされないという形に戻るのではないかというふうに私どもは考えております。我々として高速道路会社の民営化というものは堅持をしていかねばならない。合わせて受益者負担、この原則というものは堅持していかねばならないということであります。高速道路会社の民営化と受益者負担の原則を堅持するということが第1点。第2点は現行の割引制度でございますが、これは継続拡充するということであります。今どこまで行っても1000円ということになっているわけでございますが、これが現行の割引制度でございます。新たな国費を投入することなくどこまで行っても1000円という割引制度は継続拡充するということであります。でとともに分かりやすい料金体系というものを見直していかねばならない。バナナの叩き売りではございませんので、もう3割引き4割引きは当たり前みたいな話でですね、もうどん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 みんなが割引だ割引だということをやっていくということはいかがなものかというふうに思っております。それは単なるその迎合であって、一つの政策があるポリシーがあるというものだとは考えておりません。当面この割引制度というものは継続をいたします。これが混乱をし、また値上げになるというようなことは決して好ましいことではないと思っておりますが、それとともに分かりやすい料金体系というものに見直していかねばならんということだと思っております。でこの料金というものはどういうものかは、これからまた連休中あるいは連休明けにも議論を重ねてまいりますが、まず第一に分かりやすいということ、そしてまた受益者負担の原則は堅持をするということ、受益とはいかなるものであるか、それに見合う負担とはどのようなものであるか。受益者負担といえば非常に話は簡単なのでありますが、受益の中身は何であり、そしてそれに見合う負担とは何なのか、受益に見合った負担とは何であるかという議論が決定的に欠けておりますので、そこをきちんと議論をした上で受益者負担の原則というものを堅持をしながら分かりやすい料金というものを作っていきたいと思っております。で加えまして、
これはもう常に言われることでございますが、ミッシングリンク、これを細切れ状態とかぶつ切り状態とかなかなかこういい言葉がないのですが、このミッシングリンクっていうのは何も民主党が発明した言葉ではございませんで、私どもが政権にあった時からこのミッシングリンクの解消ということはずっと申し上げておることでございます。道路はつながってなんぼなんでありまして、例えばこれ鉄道に、置き換えて考えると分かりやすいのですが、例えば東海道新幹線が大殺しであるということでありますが、それはもうつながっている他の在来線があるから東海道新幹線に人が乗るのでありまして、道路というものはネットワークでございます。鉄道もそうです。それがネットワークとして機能しなければ意味がないということでございまして、ミッシングリンクの解消というものを早急に行うということであります。もう一つはいわゆる B/C、 ベネフィットとコストということでございますが、これにとらわれることなく地域生活に不可欠な道路は整備をしたいと考えております。常に B/C という議論がなされて、一体これは儲かんのかよ儲かんないのかよということが唯一無二とは申しませんが、そういう基準になっておりますが、この B/C に入らない多くの要素がございます。でそれはもうかなり意外なことを言っているわけではなくて、これもなるだけ数値化をしていかねばならないと思っております。例えば、命の道と言われますの医療圏の問題、どのような高度医療機関に、接続するためにどれぐらいの時間かかるかということは、これは極めて簡単に数値化できるものでございます。で、あるいは通学路の安全対策、これは事故率等々で、測れるものでございまして、でそういうようなものをなるべく客観化数値化していきながら、費用対便益、ベネフィット対コストというものをとらわれることなく、しかしながら客観的な基準を設けて、道路の整備を図ってもらいまいりたいと思っております。で最後にいわゆるモーダルシフトでございます。どの距離を輸送するのにどのような交通手段が最も適当かというモーダルシフトの考え方でございまして、これがまだ確立をされているとは私は思っておりません。運輸省と建設省が一つになりましたのも、このモーダルシフトというものをきちんとやるのだということが目的の一つにあったはずでございます。どの距離をどのような輸送手段によることが最も適当であるかというような、そのモーダルシフトというのは推進していかねばなりません。道路もあります、鉄道もあります、飛行機もあります、船もあります。これが一番いいには決まっているのですが、しかしそれが例えば CO2 の削減という観点からして本当に有用なものであるか、国家資源の投入ということから考えて本当に有用なものであるかという議論が未だに徹底をされておりません。道路は道路、鉄道は鉄道、航空は航空というような状況が未だに強く残っていると認識をいたしております。でそのことは CO2 の削減の観点からも決して望ましいものではございませんで、我々としては交通体系の全般の見直しの中で今まで申し上げてまいりましたような道路政策を行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。以上。それではただいまから記者の皆様からご質問を受けいただきます。質問される記者の方、挙手の上、指名を受けた後、社名、氏名を名乗ってからお願いいたします。それでは平岡クラブに加盟の方からお願いします。経済部長です。財政健全化を憲法に明記するというのが、とりあえずこれは民主党の新憲法草案にして常にそういう項目が入っていて、公約として盛り込んでいるんです。はい、でこれ公約にその新憲法草案の内容を盛り込むのは今回が初めてです。そうです。よろしいでしょうか。今までですね、新憲法の制定を目指します的な公約はもちろんございました。ただ今回こう新憲法の制定を目指しますというふうに書くかどうか、ここはまだこれから議論になるところですが、今日申し上げたのは国民投票法の施行に合わせてこういうものをきちんと出すということは本法所令でございます。当然のことだから、そういうことを行いたいということを申し上げております。どうぞお書きご質問。大田市民の話です。道路政策の2番の質問、どこまで行く支援なのか、これも、結構しているところでは、仮想政権当時にリーマンショックで景気が低迷したときに、結構一貫として導入した経緯があったわけなんです。それで、
これは経済的な状況がありますが、これは政府的に、制度として、やっていくんだということなのか、あるいは、適格した時までという考え方なのか、あるいは確実には、今土日休日ということですが、平日も含めて考えていらっしゃるのか。これは現行のものを当面継続をするということを申し上げております。要するにそのこんなにコロコロ変わってはですね、とてもじゃ何やってられない混乱をするばっかりだということでございます。でのおっしゃる通りリーマンショックがあって当面景気が悪いのでこういうことをやろうということは導入の経緯として確かにございます。でじゃあいつになったらこれを変えるのかねというと景気が回復したらなぞというですね、またわけのわかんない話になっています。でその私はこれはまだ党内で議論していかねばなりませんが、本当にこう受益と負担というものがきちんと明確になっていかなければ、それは経済効果を発現しないものなのと思っております。で経済の原則というものを乗っ取ってやっていかねばならないお話でありまして、で一律ぽっきりなんとかっていうのが本当に一番いいのかといえば、それはそれによって受益をするところも出れば、そんなはずじゃなかったというところも出てくるわけでございます。ですから分かりやすい料金体系を作ります。でそれが拡充の中に含まれるというふうにお考えいただければ結構ですが、の現状としてまだ景気が回復しているという状況にありません。また安い料金でたまのお休みに遠出をしたいなという、それはもう経済原則とは必ずしも一致するものではございませんが、やはり一般国民の方々の願望というものがございます。これは当面継続をするということでございますが、本当に何が受益と期待に合い、何が経済回復に一番資するかということは確率的なものではございませんので、新しい料金体系というものを作っていきたいということでございます。そうすると景気が回復するまで当面の間という考え方は変わってない？変わっておりません。変わっておりませんが、景気回復のためにもっといいやり方があるのではないかというのは私の中にはございます。景気回復のためにどこまで行っても1000円というのが一番いいのかといえばですね、それによってかえって経済活動が阻害されているというところがないわけではございません。でもっともっと別のやり方があるのではないかということもありますが、当面多くの方々が助かったね、言っていただいている。そこは重視をしていかねばならと思っております。よろしいでしょうか。他にどうぞ。前長の話、その点に関しては確認なんですけれども、私たち料金見直すというふうになっているんですが、つまりその新しい料金が見直されるまでは、健康制度を続けるということなんでしょうか。そういう考え方もあるんでしょうね。ただ、新しい料金の考え方っていうのは、ですからこれ全部タダだとかですね、あるいは、今みたいに全部一律ですね、1キロ25円だとか、あるいはもう1000円ポッキリだとか、実に分かりやすいんだが、それはもう分かりやすい反面、経済というものを考えたときにプラスなのかしら、あるいは CO2 削減ということから考えてプラスなのかしら、で、そのいろんな道路利用者があるわけで、サンデードライバーの方もいらっしゃれば、高速バス会社の方もいらっしゃれば、トラック輸送の方もいらっしゃるわけで、それぞれに見合ったものも考えていかねばならない。分かりやすいというのを市場の価値とするかといえば、それは決してそうではないと思っております。そのために ETC もあるのですが、問題は分かりやすいということは理屈が一本通っているということだと私は思っております。理屈が一本通った料金体系というものでなければいかんだろう。そして高速道路各社それぞれのいろいろな実勢というものが生かされていかねばならんだろう。でもう一つこう議論をしていかねばならない、まだ議論の途上でございますが、じゃあ償還の年数ってのは一体どうなんだということがございます。で本当にこう我々の世代だけで償還をしていかねばならないものであって、それを償還した後全部タダにしますよというのが今までの考え方なのですが、償還をした後もその道路は残るわけであって、それを世代論になりますが、どの世代が負担をしていかねばならないのかというお話、もう一つは償還が仮に終わった後メンテナンスのコストはどうするのかというお話で、ここの2つをちゃんと議論しなければ一本の筋の通った政策にはならんと思っております。で識者の中にいろんなご議論をなさる方がありまして、例えば用地買収費のように償却の対象にならないもの、なんでこれが償還の中に入るのか、
というのは、それは一つの考え方でございましょう。そしてなんで一つの世代が全部返さなきゃいかんのだというのも一つの考え方なんでございましょう。そこをめぐって党内でまだ議論というものは修練をしたわけではございません。でそういうものもいろいろカンカンガクガク議論をしながら一つの筋の通った政策というものを今後出していかねばならない。ただ今みたいにですね、朝三母子とは言いませんが朝令暮改的なものというのは決していいことではないということで、政府の都合でそれぞれの産業に携わる方々、あるいは道路によってその地域のいろいろな生活を維持しておられる方々に大きな混乱を生ずるということは、選挙対策かなんかは知りませんが、あまりにひどいということを申し上げているのでございます。よろしいでしょうか。それでは、はい、どうぞ。何のために行かれるのか、そしてどなたにお会いになるのか、何をおっしゃるのか、もうそれが分かりませんので何とも論評のしようがないのですが、国外最低でも県外といった、それを一体どうするのだということでございます。そして知事あるいは市町村長、そういう人たちにどういう立場で日本国の行政の最高責任者が会うのか。奄美の場合にはそれは大変な見識を持たれ力を持たれた方であるということを何ら否定するものではございませんが、市政の一私人というものに一国の行政責任者があったと、とにかく何とかしてちょうだいと、影響力を期待しますみたいな話ですね、あったということの整合性は一体どうなるのだということでございます。で、行くからにはとにかくその私を信じてくださいとかですね、5月の末までに必ず決めます、そういうようなエモーショナルな感情的なあるいは願望に近いことをいくら言われてももう誰も信用しないということなのでありまして、明日から5月であります、あと31日間にしか残っていない、もうこれが案ですということを言い、そしてそれが国外最低でも県外といったこととどこまで整合するのか、どこが整合しないのか、一部は移しますということであるとすれば、一体整合はどうなるのだということ、もう一つは2014年までという期限、これが遵守できるのかできないのかということ、現行案であれば2014年までに普天間の県政を除去するということを相当に担保したものであったわけで、そこに向けて着々と進捗しつつあったわけで、総理は2014年までという期限においても、そして自然に与える影響ということについても、そして費用国民負担という面においても、私の案は現行の政府案よりもあらゆる点において同等もしくはそれ以上というふうに言っているわけですから、その3つを成就すると、当然アメリカ合衆国も協定の改定も含めて同意をするということですけれども、そこも含めてこれが副案です、もう副案じゃないね、これが政府の案です、これが現行案に比べて3点において優れており、なおかつ合衆国の同意も得られるものだということを提示する責任があるということであります。ですから言葉を左右してですね、言を左右にしてと言うべきでしょうか、これだから国外最低でも県外、これに一部でも合致するでしょみたいなことは間違っても言っていただきたくないと思っております。経緯はよく知らないのですが、経緯についてよく理解をしたわけではありませんが、沖縄の方々のお気持ちを考えて国外最低でも県外と申しましたというふうに答弁をなさいました。私はそのこと自体大変な問題だと思っておりますが、もう経緯も理解をされたでしょう、そしてアメリカの運用というものも理解をされたでしょう、その中において何をおっしゃるのかということであり、現行案よりも全てのもので同等それ以上であるということをおっしゃるべきだと思っております。そうでなければ国会で言ったことも意味がないし、
選挙の時に言ったことは何だったということになるでしょう。よろしいでしょうか。それではただいまから平川クラブ加盟者以外の記者の方も含めてどうぞ。完全でですね、現行案の、政府案ですね、徳島への航空部隊最大戦、どこ徳之島への徳島航空部隊に最大戦に移設というの総理が徳田社長に明言してですね、でそれと合わせた形で日米防衛に近い辺野古沿岸部での桟橋方式というのを政府がそれを組み合わせた案を検討しているようですけど、ね、これについての見解は。徳之島に航空部隊だけを移転するとして、徳之島から沖縄本島まで約200キロぐらい離れておくと承知をいたしております。回転翼機は当然固定翼機に比べて非常に速度が遅いということもございます。そのことをどう考えるか、つまりマリン海警隊というのは一体的で運用されねばならないものである。ヘリというもの、そしてまた地上部隊というもの、これが一体的に運用されなければならない。そこに時間的な利確というものと燃料消費というものをどのように考えるか、事態に対応するためにそれがそれだけ利確をしている離れているということが、それであっても米軍の運用上支障がないかどうかということ、そしてまたそれを作る上においてどれだけの地籍を必要とするか、そしてそれだけポーンとあっても仕方がないわけで、そこのヘリの機能というものを移した場合にそこの防衛というものがどのように行われるか、例えば沖縄にはパトリオットというのを配置をしていると、それは何も遊びや冗談で置いているわけではございません。そのヘリの機能というものを徳之島に仮に移転した場合に1000人だけポンというお話になりません。他の施設というものも必要であります。そのことが、これも運用に含まれることでございますが、どのようにしてこれがアメリカの運用にプラスになるものなのかということが分かりません。常識で考えればそのようなことはありえないと考えておりまして、私はかなり荒唐無稽なお話であるというふうに思っております。加えて徳之島の方々があれだけ大勢反対の意思表示をしておられる、で滝野副長官が電話で鹿児島まで来てちょうだいと言ったことだけが表にある唯一のアクションなのでありまして、徳之島の方に対しても極めて不誠実であるということ、そしてまた徳田前議員にお話をされたということが行政の手続きとして極めて不適当であるということ、そしてアメリカの運用上というのは結果として日米安全保障条約が適当いたします日本国の平和と安全、極東の平和と安全、これに対して私は阻害要因にしかならないものだというふうに考えております。とても評価に値するものだとは思っております。区域桟橋方式はこれは前政権私どもにおいても相当に議論をしたところでございます。問題はそれが下を水が流れるということから言えば生態系に与える負荷は少ないということでございますが、当然日光は遮られますのでそれがどうなるかということについて環境影響評価は相当にしていかねばならないことでございましょう。また区域桟橋方式というものが橋本内閣において議論をされたということであって、私はそれを全否定するつもりはございません。私自身かなり真剣にこれを考えているものでございます。ただそれをどこの地域に置くかということで相当に運用に変化が出てまいります。もちろん環境に与える評価もそうですが、仮に浅瀬に近いところに作った場合にはあそこは台風常襲地帯でございますので、どれだけ波がかぶるかということでございます。そうするとどれだけ杭を上げていかねばならないかということ、あるいはもっと沖に出しますと防波堤というものを作っていかないと波からその滑走路を守ることはできないということでございます。そうするともっと沖に出して環境に与える負荷を少なくしようとかって考えますとですね、今度は運用上に支障が出てきてものすごい防波堤を作らなきゃいかんというお話になってきます。それをどう考えるか、そして費用の面でどう考えるか、そしてまたよく言われますそういうような形ですと杭をいくつか
テロやゲリラに破壊された場合に運用が困難になるのではないか、だとすればそこの警備というものをどうするかということ、そしてまた抗堪性の問題をどう考えるか。ですからその杭を打ってその上に滑走路を置ければですね、環境に与える負荷がないからいいや、よしこれとか言ってですね、飛びつくような考え方というのは非常に戦力のものではないかと思っておりまして、言われております懸念というものは我が党が政権を取っておった時に出たものでございます。それに対してこう答えるのだというのがなければ単なる思いつきにしか過ぎないものだと思っております。私は国立桟橋公式を全否定するものではございませんが、いろんな懸念に対してきちんと答えるということと、2014年というものに対してどうなのだということについての答えがないまま、はいこれやってごらんみたいなのは行政の責任者としては極めて不適当であると思っています。よろしいでしょうか。はい、すみません、はい、今日午前に民営化の2法案が今後の秋にも3分社会に再編されるということですが、それに対する評価と自民党としては対案の対応についてそれはこれに対する評価も含めて対案というものを作っております。それは金融政策としてどうなのかという観点と、ユニバーサルサービス堅持ということでどうなのかということでありまして、この2点から我が党として対応を作っていかねばならないと思っておりますが、これが法律事項そのものではないにしても、そこにありますのが預け入れ限度額の引き上げでありますとかね、とてもとても今我々が考えているものとは違うものであるということだと思っております。それはもう国民新党の意見というものは極めて強く出たものであって、国民の人数あるいはこれから先の経済についてギャップをするものであるというふうに判断をいたしておりまして、党内で対案についての議論をまとめていきたいと思っております。よろしいでしょうか。こちらの公約の方に戻って確認なんですけれども、今後の出される公約にはですね、この現行法案のうち別の何か条項を入れる場合があるのかということと、それから改定続きのですね、改定については18日の国民投票法の方法で、タイミングというのは分かりやすいんですけれども、今回その財政健全化をあえて考えたので改めてです。はい、これ以外のものを公約に一つ一つですね、我が党は優先順位として各々しかしこんなものでということは現在考えておりません。多くの方々の議論が一致をしておるのはこの2つであるというふうに思っております。で、これの取り扱いについては、なんていうのかな、出したいというふうに思っておるものでございまして、これが一つのアクションであるというふうに思っております。もう一つなんだっけ、あ、失礼失礼。これはですね、今の喫緊の課題はやはり財政健全化だと。で、ギリシャはですね、その外国債が多いのでと、ああいうことになったのであって、日本の場合には外国債というものはほとんどないのだ、だからいいのだみたいなお話じゃならないでしょと。いつまでもそんなことであるはずがないと。やはり最高法規である憲法の中にそれをきちんと書き込んでおくということが、私どもに対する反省も十分認識をした上で、次の時代に借金を残さないということをここで一つ宣言をしておく必要があるのではないだろうかと思っております。で、それを国民投票に付すということでですね、国民の皆様と認識がきちんと一致をするということに大きな意味があるのではないかと考えております。一定の都合で最後の質問とさせていただきます。はい、じゃあどうぞ。いいです、もう次の次でやってみます。はい、はい、検討が合わせてですけれども、ゴールデンウィークのタイミングでこれ紙で出されたんですけれども、各都道府県連とかに出しているのかというのと、あとこう、マニフェストの方 で憲法改正をその具体的項目を入れていくというのは、それ自民党としてのこう今憲法改正論議そんなに盛り上がってない中で一石を投じるという、そういう狙いがあるのかですね。はい、一つはですね、具体的に他にも盛り込むのかということではございません。この2つはもうこれからまだ分かりませんが、例えて言えば我が党はこの2つの条項について改正を提出してしましたと。今後憲法改正の具体的な実現に向けて、努力を、我が党としては力を尽くしますみたいな
書き方になるのかどうか、そこはよく分かりません。まだ議論が必要だと思っております。ただの憲法調査会も含めまして、この2つに手は取りながら出さなければいけないねということで一応見ているというのが現段階でございます。ただこれ文書というものは各都道府県に配りたいなというふうに思っております。配るような手立てが今なされているのではないかと思います。またやはり議論というものはこちらから喚起をしていかなければですね、憲法の条文全部言える人は誰もいないわけで、かつてですね、竹下昇先生が芝居やと、条文を全部言うのは無理だわな、だけども それぞれの省の名前ぐらいは言えんといかんわな、なんておっしゃっておられましたが、やはりこちらの側からやっていくということが大事だし、何よりも主権者として憲法を変えるのは国民の皆様方お一人お一人が変えるのですよということは、国民投票法の施行に合わせて国民の皆さんに訴えていかないといけないということで、私どもからこう国民の皆様で訴えるということが必要で、国民の関心が高まらないからいいやみたいな姿勢は責任ある政党として取るべきものだとは思っておりません。よろしいでしょうか。憲法改正について推進本部で、平成17年の憲法草案を叩き台に議論しているんですけれども、憲法の改正案自体はいつ頃までに作る、ちょっと確認なんですけれども、憲法の改正案は作ってると思うんですけれども、そのスケジュール感、これはちょっと私の首相ではないので分かりませんが、ただその改正草案というものはですね、カンカンガクガクの議論を経て結党50代の時に決定したものでございます。でそうすると堀先生のもとで今そのこれをどこを直すのだと、どこが議論が不十分だったのかというようなことでお話が行われているというふうに承知をいたしております。ですから改正草案の改訂版みたいなものは濃密な議論のを経た上でなるべく早急に出されることが望ましいのではないかと。やはり憲法について常に議論をしているというのが他のどの党にもない我が党の姿勢、誇りだと思っております。だとすれば、まああの時は投げ論もしたけどね、その他にもいろんな論点もあったけどそのまま置いとこうというようなことは矢に下っても絶対にしないというのを私は誇るべきことではないかと思っております。大したことでもないのかアメリカのタイム誌がですね、世界で最も影響力ある国を発表して、まあ、リーダー部門で日本の全の総理を選んでいるんですけども、国内の世論調査ではリーダーシップがないと答える人も多くなってきているんですが、何か結構の感想だったり。それはタイムはリーダーシップのある人ということで選んだんですか、まあ、リーダー部門で影響力のある人という。それは性の影響力もあれば負の影響力もあるでしょうさ。リーダーシップがないことによって結果として甚大な影響を及ぼしておるというのが今の状況だと私は認識をしておりまして、リーダーシップがあるということでタイムともあろう権威のあるものがお選びになったのではなくて、リーダーシップの欠如によって大きな影響を与えているというような観点もあったのではないかと推測を、あくまで推測でございます。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして選挙会長を開会していただきます。ありがとうございます。